でも聞いて。彼氏ですか。まだ写真欲しいの？しょうがないな。はい、これ。いえ、ちなつさん、どういうか、何のお話？してません。え？私のこと疑ってるの？怪しいって言ったら雪乃ちゃんだよ。雪乃ちゃんね、昨日上海のホテルで翼ちゃんのバッグいじってたんだよ。怪しいでしょ？何でも聞いて。あ、すげえ写真くれる。30見て。まだ写真欲しいの？しょうがないな。はい、これ。何のことですか？何のことか分かりません。すいません、手紙出しました。旅行に出る前の日の放課後でした。科学室で忘れ物を見つけてホッとしてたら、隣の準備室から興奮した話し声が聞こえてきたんです。あんなやつは死んだ方がいいとか、殺してやるとか、今度の旅行中にチャンスがあったらって、途切れ途切れでよく分からなかったんですけど、女の人の声でした。出てくる気配がしたので怖くなって教室を出ました。
その人は最後まで誰だか分かりませんでした。私何とかしなくちゃいけないと思ってたんですけど、それで翼さんに手紙を書いたんです。黙ってて悪かったと思ってます。ごめんなさい。何でも聞いて。なんだこいつ。別にさ、なんかそのカットな心境大丈夫ですか。そうそう、昨日上海の街でね、パパそっくりな人に会ったんだ。でね、二人で一緒に写真撮ってプレゼントしてあげたの。探偵さんにもあげる。はい、これ。身長と体重ですか。165センチ、46キロですけど。またね。今度は何かな。当然だろう。僕は科学の教師なんだから。ん？僕に決まってるだろう。科学室の担当だからね。ああ、当番のことか。毎日変わるからね。ここ1週間くらいのことなら覚えてるけど、何曜日だい？その日の当番は確か、うん、山地だ。山地真由美だよ。ご苦労さん。
まだようですか。相手にしたくない。はい。なんだ、あのことか。私、宇佐美先生と付き合ってたんです。去年の秋まで。正確に言うと学園祭の夜が最後でした。いきなりお別れだって言われて、あっけんとらえちゃいましたよ。でもすぐにその訳分かったんです。他の子とキスしてたから。だから殺してあるって本気で思った。旅行の前、科学室でそう言ったのも事実です。でも違うんですよ。残念だけど私は宇佐美先生を殺してません。ドスケベ女学院やろ。もういいでしょ。嫌なんですよ、思い出すの。